これから学習指導案の作成の際の技術過程化、技術分野のポイントをご説明します。ポイントを5点お示しします。まず1点目です。題材終了時の生徒の姿についてです。先生方に書いていただいた指導案の中には、この部分の記述が題材を学習の中の姿にとどまっているものがありました。ここで述べていただきたいのは、学習後の生徒の姿です。学習したことをもとに、生活や社会の中で生徒がどのように技術を工夫し、創造しようとしているかの姿を記入することになります。事業者である先生方が持つビジョンになる部分と捉えてください。例えば、部品加工の学習では、身の回りの製品等の構造について課題を見つけ、材料と加工の技術を用いて生活をより良くしようとしているなどの機運になります。文末は、しようとしている、考えているなどの表現方法をお願いします。2点目は、題材の評価基準についてです。主体的に学習に取り組む態度につきましては、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力などを身につけたりすることに向けた粘り強い取り組みの中で、自らの学習を調整しようとしているかどうかを含めて評価することになります。技術過程化、技術分野では、これに技術分野特有のポイントである技術を工夫し創造していこうとしていることを踏まえて、評価基準の設定をお願いします。3点目は、指導と評価の計画の中の課題についてです。資質能力を育成するために、効果的であり、さらに主体的な学習につながる実践的、体験的な課題の設定をお願いします。ここでは、題材計画を見通した課題の設定例として、問題を解決するための構想図にしよう、構想に基づいた部品加工にしよう、など、生徒がゴールをイメージし、見通しを持って取り組めるような課題設定が考えられます。4点目は、指導と評価の計画の中の、評価する内容と方法等についてです。ここでは、本題材で育成する資質能力をどの場面でどのように評価するのかを記入することになります。学習指導案には、題材を見通して記録に残す評価内容と方法の精選をご検討ください。最後に5点目は、本次の授業の展開に示す本次の評価についてです。ここには、左下の評価基準をもとに、この授業でどのような姿を B と判断するのか、その判断基準となる状況を具体的に書きます。この時、資質能力が適切に把握できるものとして、本当にふさわしいものであるかどうか、妥当性の吟味が大切です。例えば、先生方ご自身が生徒の立場になり、構想図を確認しながら、部品加工を行ってみるなど、生徒に示した設定と同じ条件の下で制作実習を事前に試すことなども妥当性の吟味に有効です。以上が技術過程化、技術分野の作成のポイントになります。